石川真男は、日本の政治家、司法書士、行政書士。群馬県玉村町長、元玉村町議会議員。群馬県玉村町、箱石生まれ。玉村町立芝根中学校卒業。1971年、群馬、県立伊勢崎工業高等学校機械科卒業。1973年、日本製鋼前橋工場を退社。 1977年、日本大学法学部法律学科卒業。1984年、司法書士を開業。行政書士の資格も得る。2001年、玉村町議会議員に初当選。2017年10月1日に行われた、町議選で5期目の当選。2018年2月、民進党群馬県総支部に、離党届を提出。ほどなくして、旧 立憲民主党に入党。2019年11月29日、任期満了に伴う玉村町長選挙に立候補する意向を表明。2020年1月26日に行われた町長選挙に立候補。自民党沢軍支部の推薦と公明党の支援を受けた現職の角田公二を少佐で破り、初当選を果たした。2月1日、町長就任。 当日有権者数29,922人、最終投票率42.25%。ありがとうございます。